はい、鶴屋でね、鶴屋のどっちだ、どっちだ、ややこしいね。お宿の鶴屋で松浦のうなぎ屋さんの鶴屋商店の通販のうなぎを食べていただくと。すごいね、店舗からあるんですね。はい、これ実は冷凍で送ってくるんですが、うん、お店屋さんのうなぎをご家庭で味わうという企画でございます。それをね、鶴屋さんのうなぎを鶴屋のおかみに松田ジュリエタと一緒に試食していただくと。すごい企画、お願いします。開けていい、開けていい、はい、どうぞどうぞ。ツルツルだ、はい、おいしそう。あ、おいしそう。なんかね、大きめのうなぎが2枚、これがうなうなぎ、うん、海うなぎと言いまして、海うなぎと言いまして、あの、幻のね、はあ、だってうなぎといえばさ、川魚っていうイメージがあるじゃないですか。そうなんですよ、もうぜひご賞味あれ。はあ、じゃあ、すごい香りがいい。何、ありがとうございます。山椒、そうですね、山椒も振りたてです。そういうところに気がつかないんで、ありがとうございます。あ、すごい山椒の香りがしますね。そしてね、このちょっとね、オーブンで焼いて香ばしさ追加されてますので、ぜひぜひご賞味ください。はい、なんとこれね、あの、うなぎの肉とですね、身とご飯がセットで届きまして、ご飯を温めて、うなぎを温めて、香ばしく焼いて、この木の器に盛って食べるという。はぁ、うん、土曜丑の日はこれに決まりですね。そうですね。そういうところね。そういうところ、そういうところ。おかみさんの動画になってるぞ。そうそう、松田ジュリエタ仕事を。はい、はい、どうぞ。じゃあ先に私が取り分けますね。はい、はい、よろしくお願いします。いや、半分取ってくださいよ。あ、え、こんなんいいんですか。半分取っていいんじゃないですか。え、ちょっと待って、私こう見えて小食なんですよ。いや、そうかもしれない。そうですね、ちょっと嘘言ってみたかった。私と一緒で小食なんですね。そうなんです。あ、うまく食べた。わ、上手じゃないですか。おっと、若干うな寿司みたいな。ほんとです。今日うな寿司になってる。今日うな寿司。わ、でっかーい。じゃあ、ちょっといただきます。は、じゃあ、僕もいただいてみます。はい、いただいてみましょう。いやー、もうね、うまいに決まってるよね、こんなの。まあ、うな重をね、家で食べるってそうそうないじゃないですか。もう、俺、あの、がっつりいくよ。はい、あの、丼の食べ方でどうぞ。上品な食べ方はおかみにお任せするので。私もちょっと今、どうですか。ちょっと違うね。違う。あの、うん、あの、普通のうなぎと違うよ。普通のうなぎというと、例えばイオンとかエレナで売ってあるような、うん、川うなぎとは違う、うん、身が厚い、しっかりしてますね。しっかりしてる、美味しい。で、このタレも美味しい、甘辛い、うん、なんかブヨブヨしてないね、うん、身がね。そう、うなぎって魚だったんだねっていうことを思い出すような、うん、ブヨブヨしてないですよね。してない、してない、おいしい。なんかしっかりしてる身が、うん、で、なんかポロポロしてない。そして、そう、うん、なんかね、なんか今までちょっと食べたのは何だったのみたいな。今までのもうなぎですが、これが海うなぎというですね。へえ、おいしい。タレの加減もいい感じですか。タレ加減もいい感じ。これを家で食べれるって素晴らしいですね。これすごいな。ちょっと待ってね、もう一回。実際はね、こちらの鶴屋商店さんの方の和風レストランの方で食べられるものなんですけど、それをあえてね、今回はご自宅用にっていうことで全国ネット販売してるんですね。これは竹コースなんですけど、他に松コースとか、白焼きコースとかですね。これいいですね。不思議ね。で、ご飯もほら、全然そのチンの感じじゃないですよね。あ、その通販な感じがしない。あ、そうなの。なるほど、なるほど。ご飯が、うん、確かに、うん、あ、なるほど、そうだよね。これ冷凍なんだよね。そう、冷凍でやってくるんです、全てが。なんかほら、うちでなんかご飯よそって、うん、ね、うなぎだけを乗せた感じが、お弁当みたいなね。お弁当みたいな感じ。今食ったけど、そうだよ、冷凍だよ。そう、思い出せ。忘れるな。冷凍感は全くないと。すごいよね、うんうん、いや、ちょっと待って、これ特殊、食べたことない、こんなの。そう、当たり前のことに言ってもいいね。うんうん、こんなね、いや、あのね、舌が超えるわと。うなぎってさ、やっぱりね、川うなぎのイメージがあるじゃないですか、うん、川うなぎのこう、バグるね。頭の中で。全然違う。私ね、食べた時に結構皮がパリッとしてるというか、うん、皮にも歯応えがあるなと思ったんですよね。そうなのよ。見た目が切れない、なんて言うんですか、ほら、普通皮もペラって切れるじゃないですか、うん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 、違う、しっかり私一生懸命箸で、わかります、昔、ね、相当取れないぞっていう。
弾力がある、ね、うなぎのボリュームがあって、うん、ということですね。美味しいです。すごっ、なんだろう、本当に違うんだ。なんかね、その釣り屋さんがわざわざ海うなぎをね、うん、あのおしんしてじゃないですか、うん、なるほど、違うんだ、こんなにね、その川うなぎじゃないっていうね。ね、美味しい。これしかもなんかほら、うん、あの年齢関係なくちっちゃい子も食べれますよね。ありがとうございます、うん、そういうの、うん、そういうのね。あの変な臭みがなくてですよ、うんうん、正直言っていいですか？ええ、正直言って私うなぎっていう若干苦手な人だったんですマジで、まあ、すいません、それで、ね、いやいやいや、食べてとか言ってすいません。本当に苦手っていうか、別にわざわざ食べてもいいかなっていうタイプだったんですけど、はい、これじゃあちょっとおかわりしたくなります、うん、すいません嘘言って。よかったです、朝食って言ってすいません嘘ですちょっと苦手な人もおかわりしたくなるような味っていうね、うん、そうです、美味しい美味しい、うん、へ、香ばしいしね、うんうんうん、なるほどね、タレがね濃ゆすぎないの、そうそう、うんうんうん、必要それ、そう、うん、美味しい、ちゃんとこううなぎの味も感じるようなタレの濃さっていう、そうです、そうです、素材をね、あのかあのなんていう、ダメにしない、素晴らしいね、食レポ職人だね、そう、やっぱねこのコメントが欲しくて通夜のおかみに頼んだんです。なるほど、だってプロだから、お客様にお料理を出すプロですから。そうね。うん。しまった。ね。ということで、もう本当お願いしてよかったです。もう完食ですよ、完食。食べちゃった、うん、美味しかった。松浦の鶴屋さん、あの、食レポだったら、あの、鶴屋さんですよ。もうね、あの、ややこしい鶴屋さんが鶴屋さんでね、どっちどっちってなるけど、松浦の鶴屋さんと佐世保の鶴屋さんとね、はい、食種がちょっと違いますよっていうね。はい、そうです、ツルツルで。うん、はい。今日はね、おかげさまでね、助かりました。よかったです。私も今度最後に美味しいものを食べさせていただいてありがとうございました。いい、これからね、完食してね、美味しくいただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。こんなもんでいいかな。ありがとうございました。ありがとうございました。